はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、車の中動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルでですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースなり病気に関するお話と、そして皆さんが既にしていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、ですね、今右目がね、白内障のためにですね、字幕スーパーはやめます。文字の編集をしているとね、その画面をね、ずっとね見てて、画面とにやめっこをしているとですね、目が疲れて痛くなってね、もうその後目が見えなくなってね、その後の、生活にね、支障をきたしてしまいますのでね、でもその代わりにですね、文字起こしというのをね、コメント欄にてですね、この動画のコメント欄にてですね、ピン固定をしてますのでね、そちらで記載してますのでね、ぜひそちらもご覧ください。はい、ですね、昨日はね、とってもね、素敵なね、お知らせを受けましてね、体のことじゃなくてね、美容師の仕事関係のお話なんですけどもね、まあでもね、昨日のことといったらね、もう皆さんもね、ご存知の通りだと思うんですけどもね、池江璃花子ちゃんですよね。えすごい大会でしたよね。でもそのすごい大会のことをですね、お話ししたかったんですけどもね、それはまたの機会にさせていただきますのでね。ほんで昨日のことなんですけどね、僕はですね、大阪でね、美容師をしていまして、で過去にまあ、ね、働いていた美容室で担当していた、当時はね、その時大体まだ高校生やったと思うんですよね。高校生やったお客さんがいらっしゃるんですけどね、その人がね、この度ね、東京に転勤になったということのようでしてね、お住まいはその方はね、千葉県なんですけども、その千葉県でですね、この美容室を探さなあかんわとね、思ったそうなんです。でその時に、僕のことをね、ふと美容室を探すからと思って、ふと僕のことを思い出してくれたみたいでね、で僕の名前を検索したんですよ。で現在その僕が、在籍している美容室をもうパッと見つけてくれたみたいでね。しかしね、そこでね、僕が病気のために自宅療養中だったということをね、してくれはったみたいでね。でもね、そのままその人は、そのままホームページをね、見てくれてたみたいなんですよ。でそしたらですよ、特許を取得したメニューでね、ハウリというメニューがね、あるんですけども、ヘアとですね、髪の毛と頭皮を、優しくケアしてくれる、ほんまに特別なね、特許を取得したメニューがね、あるんですけどね、そのことも、知ってくれまして、その件で知ってくれまして、今そのハウリというのがいいなと思って、やりたいなと思ってくれたんですよ。で、そのお住まいのね、千葉県にもですよ、ハウリっていうのを、できるのはどこかあるかなっていうふうに調べてもらって、でその千葉県のお店に行ってくれたみたいなんです。でそのお客さんがその千葉県のね、ハウオリができるお店に行ってくれて、でその、千葉県のオーナーさん、そこの美容室のオーナーさんがですよ、大阪から来たお客さんが来たと、でハウオリのことを知ってる、でホームページ見てくれたんかなというのをこう聞くじゃないですか。そしたら大阪のどこどこっていうホームページのことを見て聞きました、ハウオリがありました、でここもできるお店でした、だから気になって来たんですっていう風な感じで、ハウオリを体験していただいたんですって。でそこのオーナーが、うちのお店のことやんってなって、僕のお店で、僕が働いてるお店でしかねやってないので、それで、そこの千葉県のオーナーがうちのオーナーに連絡をくれたんですよ。もうそういうね、細かい僕のエピソードからで、ホームページを見たエピソードからっていうのをお話ししたのを、こんなんがあったんですっていうふうに、オーナーに、うちのオーナーに、千葉県のオーナーから、ややこしいな、千葉県のオーナーから情報がこうね、連絡が来たんですって。そうするとですね、やっぱり僕にオーナーは連絡くれるわけですよ。やすよ、〇〇さんっていうお客さん知ってるかっていうふうに来ましてですね、すぐに僕はね、はい知ってますよとね、返信をするとですよ、先ほどの一連の流れがあったんだよということを
この教えてもらいましてね、これって結構ね嬉しいじゃないですか。僕のことを思い出してくれたっていうことでね、でその羽織も体験してくれたっていう風な感じで、もうなんかもうダブルで嬉しかったんでね、まあほんまにあのなんていうんですかね、すごくほんまに嬉しいの一言なんですけどもね、まあ仕事はね真面目にしててよかったなと思いましたね、あの時ね。仕事だけはね真面目にしてたんですよ。あの私生活っていうのはね、まあちょっと僕も男の子なんでね、いろいろその大きい声では言えませんけどもね、まあね、なんていうんですか、まあ、病気をしたけどね、ほんまに生きててよかったなってね思いました。はい、今ちょっとね今日前置きがなくなりましたけどもね、今日は車の中ということでね、病院に来ております。病院に来てるんですけどもね、今日はね歯医者なんですよ。歯医者でございます。まあまだまだねその虫歯というのは僕はすごいありますけどもね、まあどの歯にもですね、ほんまにもう今のところはですね痛みを感じてはおりません。どの虫歯にも痛みは感じておりません。でね、新たにですよ、虫歯が増えてきてるから増えてきてるかもっていう風に感じることもありませんのでね、すごくねほんまにそれさっきのいいことがあったことみたいにですね、いい状態だと思ってるんですよ。でしかもね、僕の場合っていうのはね、その歯の症状っていうのとね、体っていうのがねすごくねなんかリンクしてまして、ほんま連携していましてね、ほんまにね。でこれまで虫歯が多かったといいますか、その虫歯が次々にできてきてた、痛かったっていう風な感じで治療をしててもですね、またその別の次の日には別の歯が痛くなってきて虫歯になっていてっていう風なのをすごいね、治療しても虫歯ができる、これを治療してもまた虫歯ができるっていうような感じでいたちごっこやったんですけども、それを繰り返した状態というのはですね、僕の体の状態っていうのもあまり良くなかったんですよ。ほんまにその体のどこかでね、白血病の治療で行った骨髄移植の副作用っていうのがですね、その症状がね出てたりとか、その血液検査の数値がですよすごく悪かったりとか、でその足のつりがあったりなどですね、結構なね大変なね時期と、ほんまにその歯が痛いというのと、白血病のしんどさっていうのがこう重なってたんですよ。でまあ今はねおかげさまでですね、この何も症状が出ることもないままですね、まあ、同時に、虫歯も進んでいることもなくてね、どこもかしこもね痛くはありません。まあ、ちょっとね前に足がつってしまいましたけどもね、目はちょっと置いといてですね、目は痛いんですけど乾燥してるんですけど、それはちょっと置いといてですね、虫歯と体の症状っていうのはリンクしてるけど、今は歯も痛くないし体も痛くないということなんです。でもまあちょっと前にですね、先ほども言いかけましたけども、その足のつりっていうのはねあったんですけどもね、あれもねその日1日ぐらいからつってないので、ほんまに一時的なもんだったのかなとね思っております。でしかしですね、そんな余裕のあることをね言っておりますけどもね、実はね右の前歯から 1,2,3 番目のね歯の先っぽがね割れてるというかね、ちょっと欠けてきていましてね、もう久しぶりの現象にね戸惑いを隠せずにいてるんですよ。これは実はね、まあね今日のこれからのね後ろに見えてますも病院のねこの歯医者の診察でねちゃんとね一番最初にこう伝えますけどもね、でもまあそこをねやってもらえるかどうか分かりませんけどもね、っていうかね、まあ今はね特にどこもねどこがこう一番にですよ治療してほしいねんっていうようなところもねないというかね、自分でもねもうどこから手をつけてもらったらいいのかがねわからないんですよね。でもねこのようにね虫歯というものになっているということはですね、事実なので、ちゃんとね治療は進めていかないとですね、放っておいたらねとんでもないことになりかねませんのでね。そんなね虫歯というのはですね、脱会と再石灰化というやつのバランスがね崩れることで起こると言われておるんです。まあ僕の中ではですね、その石灰というのはですね、グランドのね白いラインを引く時のねドラスに使うイメージしかねありませんでしたけどもね。でもそのまずね食事をすると起こることが脱灰なんですよ。脱灰ね、これはもうほんまにですね、食事をすれば必ず皆さんでも起こってしまうんです、脱灰ね。まあその唾液に含まれるね酵素とかね、まあ、口の中にいてるその菌とかでですね、食べ物が分解されていって、口の中のpHバランスが変わっていって、歯の脱灰が行われていきます。脱灰というのはですね、まず簡単に言いますとですね、歯が溶けるということなんですよ。
これはね、口腔内の、細菌がね、食品の、糖類っていうの、糖分の糖類あるじゃないですか。あれをね、餌にして、そこからね、酸をね、発生させてね、酸性させてですよ。それが歯のエナメル質っていう一番、外側のね部分があるんですよ。あれのエナメル質っていうところとか、その中にある増毛質っていうところからですね、カルシウムイオンとリン酸イオンっていうのを溶け出していってしまうんです。まあ、いきなり難しい話をしましたけどもね、口の中が酸性になってしまうとですね、歯の層が柔らかくなってですね、溶け出してしまうんです。でその後のね、食事とか、まあ、食感、感触、おやつですよ、おやつで、それが終わるとですね、餌の糖類っていうのがね、なくなってしまうので、細菌たちのね、酸の発生が終わるとですね、そのね、脱会っていうのが停止します。そしてね、口の中のね、唾液に含まれるカルシウムイオンとですね、リン酸イオンがですね、脱会で溶け出した部分の、修復っていうのをね、し始めてくれて、虫歯に至らないようにすることを、再石灰化と呼びます。しかしね、この時にですね、糖類の食べた量が多かったりとか、で頻繁にね、おやつタイムをね、取っていたりするとですね、再石灰化が間に合わずにね、追いつかずにですよ、虫歯になりやすくなるんです。もうね、再石灰化というのがね、ちゃんとね、行われるにはですね、ちゃんと進んでいくにはですね、唾液の分泌がね、十分に行われていることがね、もう大前提となるんですけどもね、まあ、僕は粘膜障害でですね、唾液の分泌がすごく少ないのでね、この再石灰化がね、スムーズに行われにくくなっております。ただね、その唾液内のね、リン酸イオンっていうのはね、誰にでも豊富なんですけどもね、そのカルシウムイオンっていうの分量はですね、これ個人差がね、すごく大きくてね、皆さんにもですね、個人差があるんですよ。皆さん、あなたは多くても、あなたは少ないですよっていう人がいてるんですよ。で、少ないとは虫歯になりやすいんですね。再石灰化これはね、進みにくいというふうに言われてるんです。だからこっちの人は、多い人は再石灰化が進みやすいよ。だから虫歯にそんなならへんかもね。でもあなたはリン酸イオンじゃなくてカルシウムイオンが少ないから虫歯になりやすいかもねっていう状態になるんですよ。だから人それぞれなんですよ、ほんまに。まあ、それでは困りますよね。カルシウムイオンもですね、それなりにね、出てくれないとですね、虫歯になるのかね、分かっているのに困りますよね。そこでね、活躍するね、ある食べ物があるんですよ。まあ、これはね、以前にもね、紹介したんですけどもね、チーズなんですよ。チーズね、みんな大好きかどうかはね、分かりませんけども、ロッピーチーズとかね、キリのチーズとかっていうのはですよ、スーパーでね、お手軽に手に入りますので有名ですよね。まあ、最近ではですね、ラクレットチーズっていうか、その大きなチーズをね、半分のね、大きい丸をスパンって半分で切ったね、ところからこの、ここをね、温めてですよ、溶け出したやつをですね、こういろんな料理にこうね、垂れ流してというか、まあ、源泉かけ流しのようにね、かけ流して食べるというやり方もありますけども、流行ってますけどもね、だからチーズっていうのはね、ピザやグラタンやね、ミラノ風ドリアのようなね、まあ、メジャーなメニュー以外でもね、多くに使われてるんです。そんなね、チーズっていうのはね、生乳にね、タンパク質を固めるね、凝乳酵素っていうのを加えて、生乳内の水分を抜いて作られます。そのためにですね、元の生乳よりもですね、栄養素がね、大幅にね、ギューッとこうね、凝縮されていることでもね、有名な話ですね。そのほとんどのチーズで歯にね、関係するミネラルであるですよ、カルシウムの量っていうのはね、元の生乳のね、3倍から10倍で、でリン酸イオンっていうか、リン酸っていうのは 2.8 倍もあると言われていましてね、特にね、チェダー、パルメザンでしょ、ね、エメンタール、ゴーダーなどのね、代表されるハードチーズとかね、あとセミハードチーズっていうのはですね、カルシウムと、ね、リン酸の、ね、量がね、非常に多いとされているんです。つまりですね、チーズを食べることで、口の中にカルシウムやリン酸が拡散してくれるんですよ。ファーって広がってくれるんですね。で、カルシウムイオンが少ない唾液に関してはですね、チーズがそれをね、補給してくれてですね、再石灰化がですね、促進されることになります。まあ、単に、ね、カルシウムが多い食材というだけであればですよ、小魚もね、カルシウムが多いんですけどもね、しかしね、ただただそのカルシウムが多い食材であってもですね、カルシウムとリン酸の結合がね、硬い状態だとしたらですよ、唾液中にね、カルシウムイオンとしてね、これがね、離れずにね、出てきてくれなくなるんですよね。
でもチーズっていうのはね、カルシウムとリン酸のね結合がね、例えば小魚よりもですね、これが緩いのでね、カルシウムイオンが、唾液中にですね、ふわっとこうね、出ていきやすいとされています。だからカルシウムがね、豊富に含んでいてね、なおかつですよ、唾液のね、カルシウムイオンの補給に役立つ食品ではですね、もうチーズがね、最強なんですよね。そういえばですね、僕チーズではなくですね、まあ一時期までですね、牛乳もね、すごく飲んでたことがあったんですよ。しかしね、牛乳のね、乳脂肪分がですね、血液検査でのね、各コレステロール値っていうのをね、爆上げしていたことがね、発覚したためですよ。もうその日からですね、牛乳を飲むのをやめました。で、ちょうどその頃ぐらいからですね、虫歯が増えてきたかのようにもね、思ってしまってるんですよね。牛乳もね、カルシウムが豊富ですしね、牛乳とチーズって元は同じですよね。で、それはね、その牛乳は、まあいろいろと調整されてからね、店頭に並ぶ牛乳になりますのでね、まあ栄養価はそれはチーズに劣るんでしょうけども、効果は少なからずあったと思うんですよ、牛乳にもね。だからまあ飲んでたらですよ、虫歯もカバーできていたのかなーなんてね、思いますけどもね、ついついね、各コレステロール値の爆上がりがしてしまうほどね、飲んでしまうくらい大好きなのでね、僕ね。で、それぐらい止まらなくなってしまいますので、それではね、せっかく今下がってきてるです、各コレステロール値がね、またガツンとね、爆上げしてしまってきそうなのでね、まだやめておきます。そしてね、しっかりと治療してね、チーズも続けていこうと思います。牛乳でうがいしようかななんてね、思ってしまいますけどもね。はい、という感じでね、もうほんまにそろそろ時間なのでね、行ってまいります。で、今日の結果はね、またね、明日の動画でね、報告させていただきます。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。